こんにちは、今泉真希子です。本日はですね、この間実は中島文江さんと対談したんですけど、あれはですね、私の真希子の部屋、徹子の部屋的な、なんかこうお友達とこう対談させていただくっていうコーナーをしたんですけど、第2弾はなんと伝説の経営者で有名な原田栄光さんと対談させていただきました。原田さんはですね、もうほとんどの方がご存知だと、経営者の方は多分ご存知だと思うんですけれども、アップルの社長を務めていたり、マクドナルドの社長兼会長をしていたり、ベネッセの社長をしていたりと、本当に会社を立て直すプロの経営者としては本当にこう伝説を残していった人でもあって、私もすごいアドバイスとか受けていたので、ここでいい話がたくさんあって、ぜひぜひ対談させてくださいって言ったら、もう OK ということでやらせていただきました。なんかね、対談って、多分原田さんの対談ってすごい難しいことを言う、こう聞く方が多かったと思うんですけど、私レベルなので、きっと経営者じゃない方も参考になると思うし、経営者の方も基本に戻って、あ、経営って基本が大切なんだなっていうのが分かると思いますので、ぜひ見てみてください。 VTR スタート。どうですか、これ。うちのコールドプレスジュースとシャンパン割り、体にいいでしょう。これ、ね、シャンパンとキャベツとラッシュとケールとキャベツとか。ケールって何？ケール知らないんだって。ケール野菜の元だよ。そう。じゃあちょっと説明すると、俺最近セブンイレブンにさ認知度を上げるために何をやったでしょう。どうやってブランドできますか。小さなプレイヤーがスタートするときは、商品でしょ、価格でしょ、それとか、いわゆるシールその他のサプライチェーンね、それからコミュニケーションね、広告宣伝、人、人材、この中で一番大事なものは何でしょう。そうすると売り上げも上がっていく。どうやって質のいいアドバイトルを採用するか、これが一番大事。では皆さん、こんばんは。今日はですもうさ、今日はなんと伝説の社長原田さんがゲストに来てくれました。もうご存知だと思うんですけど、マクドナルドの社長をやっていたから、ビーガンとは程遠い生活をねされていたと思いますけれども体に悪いイメージ。体に悪いね。っていうかさ、なんかすごい真逆だよね、やっぱりの生活をしてきたと思うんですけど、私はさ、今日さ、いろいろやっぱさ、先輩として聞きたいんですけど、みんなさ、きっと聞きたいと思うんだけど、私はクレンジンカフェっていう会社を経営してるじゃないですか。で、アップルとかさ、マックとかのさ、社長とか会長をやってきて、世界的なブランドにするにはどうしたらいいんですか。え、だってさ、本当にすごいすごいじゃん。世界中の人が知ってるブランドにする。それは大変だよ。それは大変だよね。じゃあ日本中の人が知るブランドにするにはどうやって育てたらいい。じゃあ真面目な話しましょうか。それ聞きたい。1990年にアップル入った時は、専門職の特定向けのコンピューターだったんで、一般の人誰も知らなかったんですよ。そうなんだ。最初にやったのが徹底的に認知度を上げる。今回アップル知ってるっていうところまで持っていくしかない。その時に最初何をやったでしょう。認知度を上げるために何をやったでしょう。何だろう、認知度を上げるためにやったこと。お金いっぱいあるの。あ、もちろん数億円使って。数億円でしょ。 CM、 CM 広告ってこと、広告イベント、ライブコンサート、アップルスポンサーのライブコンサートを日本で6カ所でやった。誰のライブコンサートか。マイケル・ジャクソン。MC 惜しい惜しい。ジャレット・ジャクソン。惜しい。すごいすごいすごい。一気に世界中でも
ともかくアップル知ってる、そこまでまず持っていってね、だってね、物を売るときに、まず知ってますかって知ってる、その次に興味ありますか、買ってみたいと思いますか、いや購入動機をあげる、その次に実際に買ってもらうって、こう3段階あるんですよ。難しい言葉で言うと認知度、購入欲、購入率。なるほどね。まず知ってもらわなきゃ。そうだね、うん、だからで YouTube でどんどん発信するのも認知度ね。なるほど。じゃあどうやってブランドできますか、広告宣伝すればいいってもんじゃないの。それは分かってる。全ての顧客の接点に、うん、で一貫性を持って会社の理念を伝えることなんですよ。もう一回言って全ての顧客接点、うん、例えばテレビコマーシャルもそうだし、ポスターもそうだし、こういった商品のパッケージのデザイン、お店のパスワードデザイン、インテリアデザイン、お店の人のユニフォーム、挨拶の仕方、商品に使ってる文字のフォント、全部結構こだわってるよね、うち。そうそうそう、めちゃくちゃこだわってる。お金ないのに一生懸命こだわってきた、あのお金ない時から。大事なことは、ハンバーガー食べるならマックに行こう、スポーツカー買うんだったらポルシェ、ジュース買うならクレンジングカフェ、健康にいい野菜ジュースクレンジングカフェ、やっぱり最初に飲んでほしい。最初にブランド早期のナンバーワンなんだっけ、ダメだった、うん、私みたいなおじさん も、もう全ての人にクレジンカフェを知ってもらおうって、これ無理、うん、そういう小さなプレイヤーがスタートするときは、特定マーケットに狭いところにターゲットを絞るんです、なるほど。例えば東京だけ、もう、ね、年齢はここからここまで、所得が中ぐらいまたは中以上でターゲット絞って、そこでマーケットシェアナンバーワンなんだけど、勉強になるね、これさ、すっごい、もう経営者の人絶対見た方がいいよね。だそれニッチマーケットって言うんですよ、狭いターゲット。ニッチマーケットでナンバーワンになって、次のニッチマーケットでまたナンバーワンになる。そうやって広げていくんです。なるほどね。ちなみに経営者に向いているタイプってどういう人？プロ経営者に聞く、経営者に向いているタイプ。あ、焼きそば食べて。簡単に言うと、ね、社長っていうのはね、じゃあ私がどうか、うん、いいよ、はい、社長っていうのは、集中と持続力の両方がないと社長は務まらない。集中と持続力、集中力と持続力。なるほど。フルマラソンみたいなもんだ、終わりがないフルマラソン、ね、だけどマキさんって明るいじゃん。私、明るい、明るくなきゃダメよ。経営者は明るくて、集中力と持続力がある人が向いている。 それぐらい大変っていう。そうなの、大変。そさ、苦労を社員に見せちゃダメ。うん、そうだね。常に熱心なんだけど、やっぱりリーダーシップで明るくね。その通りだと思う。じゃあ売上げ上げるために何が一番大事？ねえねえ、また質問自分でして質問されるんじゃなくて、俺質問してるから。自分で答えてる、ね、これ食べてみて。これもうちのグルテンフリーの焼きそば。売り上げ上げるために一番重要なことは何ですか何に気をつけてますか？売り上げを上げるために一番気をやらなきゃいけないこと、一番今気をつけてることは何ですか？今日の YouTube でそれだけ学べばいいっていうぐらい大事なこと。もう、いつもお客様の気持ちに寄り添う。そのためにはどうするの？そのためには、コミュニケーション、お客様との。他に、コミュニケーション、もっと大事なこと。もっと大事。美味しい？美味しいなんだろう、これ食べながら喋って大変だよ。そう、大変だ。だからね、後でもゆっくり食べよう。だってお客様とのコミュニケーション、時代を読む。あのね、難しい話を簡単に言うね、この経営の戦略を考えるときは商品でしょ、価格でしょ、事業の基盤っていうんだけど、まあお店とか、いわゆる仕入れ、その他のサプライチェーンね、それからコミュニケーションね、広告宣伝、人、人材、はい、この中で一番大事なものは何でしょう？人材。そう、
じゃあどうしてますか。どうしてますか。また質問されない。答え言います、うん、従業員の満足度、うーん、従業員の満足度を上げると離職率が減るんだよ、うん、離職率が減るとサービスの質が上がってお客さんの満足度も上がる、うん、そうするとお客さんの来店頻度に来店につながるから売上も上がっていく。だからアルバイトに入ったら時給よりも徹底的に教育して自己成長の経験をさせる。自己成長の経験、ね、やりがいね。それからクルールームはちゃんと綺麗な部屋にして楽しい学びの場。え、じゃあさ、どういう人材、逆に言うとどういう人材がいい人材ですか。そのあのね、うん、どうやって質のいいアルバイトクルーを採用するか、うん、これが一番大事だ。もう見る目がないとできないじゃん。一番いいのは、うん、お友達を。でも友達同士で働いててさ、どういいアルバイトクルーがいいお友達を連れてくる。ちゃんと友達連れてきてちゃんと定着3ヶ月使用期間を過ぎたら、うん、1万円報酬金を渡す。うーん、2番目にいいのは、うん、店長がお客さんをずっと観察して、うん、あ、この子いいなと思ったら声かけてナンパするってやつ。それマクドナルドでやってるんですか。そうです。声かかったことな い, いや、それ一番やっぱりいい作用だ、うん、確かに。一般のリクルート媒体で時給だけ上げて取ろうとすると逆に質の悪いのがあるね。入社した後にその子たちに教育とかその他にお金使った方がよっぽど賢くね、うん、じゃあ問題です、はい、クレンジングカフェは、うん、リクルート系に出すと何人ぐらい来るでしょうか、うん、1回で。知らない。ちょっと多分結構来るんじゃない。もうまさにあのね、募集かけて来る人数は200人ぐらい。そうでしょ。200人ぐらい来てで採用する子は本当に1人か2人。そうそう、だから採用効率が問題なのよ。お店のトイレ、うん、トイレに、スタッフ募集、うん、QR コード入れてもらって、うん、お客さんがあ、この店自分も興味あるなと思ったら、うん、QR コードスマホで撮るでしょ、うんうん、撮った瞬間店長にその場で通信が行く、うん、で今トイレに入った方が QR コードに撮影しました。めっちゃ今時、うん、そしたら、うん、店長はトイレから来るスタッフを見てあ、うちに合いそうだなと思ったら声がけする。本人もこの店実際体験して、うんうん、お店も見て店長も見て、うんうん、あ、興味あるなと思って撮るわけだ。したがってドタキャンだとか初めて会って会わないと思うとか、うん、そういう確率、うん、マッチング率が一気に上がる。なるほどね。じゃああとは何か質問ありますか。え、聞いてないよ。あれさ、ちょっとさ、聞きかけてたさ、あれは社員満足度上げる、うん、これ大事なことね、うん、だけどさ、社員教育はじゃあどういう風にしてますか。社員教育は、うん、なぜ失敗するか、どうやったら成功するかという非常に大事なポイントがあるので、今からビジネスを変えようと思ったりとか新たにやろうと思っている人たちにどんなビジネスがいいかっていう、教育というのは教えないこと。ずっと残る会社っていうのはどういう会社ですか。ビジネスモデルプロデューサーがあるから。やめよ、やめよ、怖い怖い、いろいろあるから。アマゾンがなんで、ね、成長してるかというと2つ強みがあるわけです。リーグジョブスをご飯食べたり、ね、お店行ったりするのね。スティーブ・ジョブズってどうなの。どんな人ですか。大事なことは、うん、経営は7割1日人が育ってないのにお店を広げる危険。私にアドバイス最後してよ、なんか、うん、それだけやったら社員が勝手にいい仕事してくれるから。